どうも、システムファイブ山本でございます。今日はちょっと小ネタおよびキャンペーンのご案内ってことで、皆さん、キヤノンから発売されているこちらのカメラ、XA60、ご存知ですか？そして使ってますか？このカメラの特徴といえば、やっぱりこのサイズ感ですよね。XA のシリーズといえば、XA の25とか、XA の30とか、XA20 とかね、そのあたりがもうめちゃめちゃ売れた超人気シリーズ。で、その今一番最新が XA60 と、XA70、XA75 とかその辺になるんですが、実は今回のシリーズから大きく変わったポイントが一つあるんです。それ何かと言いますと、電源、DC の入力が USB の Type-C に変わったということなんですよ。Type-C に変わると何がいいのかというと、実は今この僕が手元に持っているこの XA60 もやってるんですけれども、モバイルバッテリーから電源を供給することができるようになっています。で、モバイルバッテリーって言ってもやっぱりカメラに電源を供給するわけですから、今までの 5V、2A とかね、そういういわゆる USB の規格ではダメなんです。じゃあ何が必要なのかというと、パワーデリバリーが必要になります。で、僕がおすすめしたいのは、この上にくっついているスマートコビープロっていうですね、このモバイルバッテリー。まあ一眼動画なんかでもおなじみなんですけれども、カメラに電源を供給するモバイルバッテリーとしては、マジでこいつ最強の存在と言っていいと思います。今これをですね、このウランジュから発売されているスマートフォンのマウントアダプター。ここにですね、このスマートコビープロを乗っけてくっつけてるんですが、見てください、もう純正オプションなんじゃないかっていうぐらいもうシンデレラフィットしてますよね。ということで、実は今特別キャンペーンとしてこの XA60、XA70、XA75 をお求めのお客様にスマートコビープロ、それからこのモバイルアダプターをセットでプレゼントしちゃおうという太っ腹な企画になっております。XA60、 僕もね、3歳になる息子がいるんですけど、子供のね、発表会とかでこのカメラ持ってきて、やっぱり取り回しがしやすい。そして、ズームもね、まあ、しっかりこう、ズームで寄れるってことで、めっちゃ使いやすいんですよ。でもやっぱり発表会なんかで荷物減らしたいじゃないですか。バッテリー交換するのもまあめんどくさい。スマートコビープロをくっつけて撮影をしていただければ、半日ぐらいはもう全然問題ないと思います。で、これはですね、まあ状況にもよるんですが、僕のおすすめカスタマイズ。今ここにワイヤレスマイク、ラークマックスをくっつけています。はい。で、ラークマックスの 3.5mm のね、このケーブルをカメラ本体に今つないで、ワイヤレスで音声が収録できるようになっているんですが、もちろんね、ここにガンマイクくっつけて使っていただくこともできます。でね、しかも、ラークマックスをお求めいただくとめちゃくちゃいいことが一つあって、まあ、ちょっと怖いんですけど、今この僕が使っているこの USB のケーブル、はい。スマートコピープロからカメラに向かって伸びているこのケーブルが、標準でもね、一本ついてるんですけど、ちょっと長いんですよ。でも、ラークマックスをお求めいただくと、この短い、もうジャストサイズのこのケーブルが一本付属してくるっていうことで、いろいろね、このシステムで全部完結できる仕様になってます。ラークマックスに関しては別途動画出してますので、そちらで音質とかぜひチェックしていただきたいんですが、まあ、ポケットに入るレコーディングスタジオっていう風にメーカーが言っているぐらい、非常に音質も優れています。超おすすめです。ということで、私のおすすめセット XA60 のシンデレラフィットキャンペーン現在やっておりますので、ぜひ皆さんモバイルバッテリーとバッテリーホルダーゲットしちゃってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。